ひとひらの恋が降るは、やぶチユによる日本の少女漫画作品。アニコンに続く、チュッチュでのヤブうちの連載作品に一作目。2006年12月号から2008年2月号まで連載された。全員15話。単行本、第2巻に掲載された番外編もある。単行本は、チュッチュコミックスより、全3巻。北海道札幌市を舞台に、 ブルートレインを男女カップルで見ると結ばれるというジンクスにまつわる恋愛を軸にしたストーリーを繰り広げる作品である。ただしジンクスはモデルはあるもののフィクションである。雑誌連載時は恋色予報という副題がついていたが単行本では副題はついていない。登場人物名の名字は札幌市の地名や札幌市営地下鉄の駅名。 名前は天候に由来するものが多い。晴れ竜、なぎ、さ、千夏墨の苗字の駅名は、場所は4つとも四角関係の位置になっている。声は、チュッチュ2007年8.9月号応募者全員、サービス、チュッチュスーパー DVD2007 サマーナイのデジタルコミックでの担当声優。作中に登場する列車と、同形式の機関車と、 脚車本作品に登場する、ブルートレインは、白鳥座にある三等星の名称にちなんだ、アルビレオという愛称である。6時に、札幌期の列車を男女カップルで見ると結ばれ、22時に、札幌発の列車を見ると別れるというジンクスが、学校中で噂となりそれを信じ二人で列車を見ようとするストーリーが展開されている。作中でこの列車の通過が描かれている場所は、 鉄橋の形状から、函館本線と四平川橋梁がモデルと推測される。また列車は、国鉄 DD51 系ディーゼル機関車が牽引する、国鉄24系客車と一目でわかるものとなっている。ただし、ヘッドマークについては架空のものが描かれている。架空の列車のため実在の列車のダイヤ等とは、無関係だが、札幌駅に6時に到着し22時に出発する。 列車として急行、浜野巣がある。運転日と名称がカタカナであることについては、寝台特急、カシオペアと一致している。なお、白鳥という名前の列車も北海道には存在するが、ブルートレインではない。ありがとうございます。